はい、おさんす、ワイスファクトリーのアンドロイドのことがなっておりますけどね、しょうがないのみの場を付けていただいておりますけども、いやー、暑いですね。今日めっちゃ暑い。あはー、疲れた。うまし。さあ、今日も無事終わりましてね、昨日、いよいよ桶川スポーツランドの方へ、ミニバイクレースのね、メッカですよね。もう今関東のもうほんとこうミニバイクの中心になってるというか、もう数々のプロライダーを輩出した名門コースでね、ちょっと緊張しながら行ってきました。でもしばらくね、まあこんなこともあって、サーキット話が続くのかなっていうところあるんですけど、まあ、ちょっとご容赦いただいて、うちも、まあ、僕自身がね、お仲間さんからたくさん協賛とか、サポートしていただいてる手前ありまして、活動報告なんかもね、やっていかなきゃいけないんですけど、まあ、昨日なんですけど、出かけていくときにね、まあ、朝からもう横浜はパラパラと雨が降ってて、いやこれ行ったとて走れんのかなみたいなのあるんだけど、まあでもコースの下見ぐらいできりゃなみたいな感じでね、まあ走っていきますと、まあ幸いなことに向こうで、なんとかね、ドライコンディション、まあいつ雨降ってもおかしくなかった、いや途中降ったんですけど、まあなんとかねということで、ただ現場についてもまあ雨の心配があったから、機材とかもねあんまちゃんと用意できなくて、まあ一人だったっていうのもあったんで、その、まあ、今回サーキットの方の取れ高はねほぼほぼなかったので、まあちょろっと取れたやつでね、桶川スポーツランド行ってきたけどこんな感じみたいなのはちょっと編集して短い動画になるのかなと思うので、まあ、それはまたおいおいという感じです。で、さあで早速、JSXR125 持ってってその聖地桶川スポーツランド行ってみたんですけど、まあ着くなりね、JSXR125 をトランポで持ってきて走行の準備をしている方に声をかけられまして、なんだろうと思ったら、動画見てますよなんて声かけていただいて、今日ちょっとじゃあご一緒させていただいてみたいなね、早速現場でお友達ができましてね、いやよかったー、ほんとね、初めてのコースで、しかもね、もうミニバイクにおいてはもうとんでもないレベルの高いところ、おまけにちょっとね、プロチームがテストで来てて、テントドーンっつって、外国の方なんかもドーンって、ね、お名前っていいのかわかんないけど、まあ本当の超有名な MotoGP 走るようなプロライダーのね、インストラクターで来てて、まあ本当ね、ミーハーだったらサインもらえたり写真撮ってもらったりとかってなるんでしょうけど、まあ、僕はまあその方たちね、異次元すぎてね逆に興味が湧かないというか、もう自分のことで手一杯と、まあ、残念ながらそういったミーハー的なことはしなかったわけなんですけど、いや、 やっぱりね、走りちょろっと見させていただきましたけど、まあ異次元でしたよね、すごかったっす。いや非常に、まあ、勉強にはなりします勉強にはならないですけどね、うん、ね、そこでその方たちにレクチャーをしていただけたととしてもね、できないんでそういうレベルにないので、ちょっと自分のことでね手いっぱいだったんで、まあ、一生懸命走りましたけど、まあやっぱひどい出来でしたね。でね、まあそのプロのなんか、まあ、チームなんかでねわちゃわちゃやってるんですけど、いやすごいんですよ、タクシーをね現場に乗りつけて、外国の方がね荷物下ろして2人ぐらい降りてきて、うわっつって海外のプロライダー招集してて今日テストみたいなね、なんかそのいかつい外国の方なんかがチームと合流してこう握手しながらやってたんですけど、なんかコースの中で、カメラ回して撮ってたんで、メディアの人だったみたいですけどねなんだよと思って、まあ、そんなんでね、まあ、でも一生懸命僕も初見のコースで、頑張って走ってたんですけど、里ちゃん応援団のね、うちの動画をご覧いただいている方はまあお馴染みかもしれない、ご存知の方多いと思います、里ちゃんところを応援している応援団長のヤクマさん、でっかいバイク持ってきてね、なんかね、
黄色いイカチバイクがなんかピットの向こうの方になんとは思ってはいたんですけど、でなんかそのバイクが、まあ、ミニバイクね、125cc までのこの車両と、まあ、大きい 125cc 以上、まあ、それこそ600とか1000持ち込んで走らせる方もいらっしゃるんですけど、大型バイクとミニバイクの枠って違ってて一緒に走らないんですよ。で大型バイクを走ってる時に僕もうポケーっと見てると、その黄色いバイクがビュー入ってきて、俺俺みたいな応援団長、佐藤ちゃんところの応援団長ヤコマさんがね、駆けつけてくれてまして、まあ、何でもね、マックスビドッチを、コース上でぶっちぎって、びっくりさせてやろうかなっていうドッキリ企画だったらしいんですけど、ミニバイクと大型バイク一緒に走んないっすよっつってらしいねみたいな結局ヤコマさんのそのドッキリ企画っていうのはもう不発に終わったんですけど、いやー嬉しかったな。なんかね、まあ、僕が桶川スポーツランド初めて走り行くみたいなのを、まあ、うるさく SNS でこうやって発信してたんですけど、なんかその情報聞きつけてお仕事調整してこう駆けつけてくれたらしいんですよね。もう本当にいやもうね、マックスビドッチをぶっちぎってとかって、勝ったの負けたのみたいな、もう僕もそういうの大好きなんでね、一緒に走ったら負けませんよみたいなのをお互いになるんですけど、まあ別にそこってね、本域の話ではなくって、コース上ではそうですけど、まあ、コースを離れれば本当こう楽しく和気あいあいとでね、で僕もね初めてのコースで初見 で全くのアウェイの場所でね、心強かったですね。まあ、現場でできたお友達もそうですし、今度お店ね、ちょっと遊び行かせてもらいたいみたいなこと最後言ってもらったんで、いや嬉しかったなっていうのと、でヤコマさんの存在みたいなね、圧がすごい敵に回すとちょっと厄介だなと思いますけどね、こうやって現場で一緒にいてくれると本当心強い存在でね、楽しく過ごせたなという感じでした。で基本的にこう初見のコース走って、まあ結論から言っちゃうと、無残なね、もう惨敗というか、なかなか一発目でタイム出すには難しいコースだったなっていう、まあもちろんそんなに僕もね、そんな走り込んでるわけじゃないから初見のコースにすぐ適応できると思ってないから、ただそれにしてもちょっと悔しい、結果ではあったなと。現場そのものはね、まあ、お友達ができたり横間さん来てくれたりで、楽しい現場だったんですけど、内容そのものには全く納得がいかないというかね、ちょっと桶川スポーツランドっていうコースそのものが僕の苦手な要素が結構多くてですね、やっぱコースそのものが非常にこう継ぎはぎだらけで、わだちがあったりとか、どこ走ったらいいのとか、ここはタイヤ食うのとかね、まあ、そもそも終わってるタイヤで行っちゃってて、グリップには難があったんですけど、おまけに途中で降るような雨とか、まあ、ちょっと僕が見たことないぐらい荒れて、ちょっとね、僕初めてですね、あそこまで荒れてる、まあ、いろんなミニバイコースとか、まあ、昔ね、走ったことあるけど、なるほど、こりゃ結構来てんなと思って。で事前に調べてた YouTube なんかの動画でもプロライダーの方なんかがね、もう桶川スポーツランド出身のプロライダーの方なんかがその攻略法なんかをレクチャーしてくれてる YouTube の動画なんかがあったんですけど、やっぱ見ててもその継ぎはぎだらけのところをどう攻めるかとか、あとはその輪立ちのところでね、やっぱどうカットしていくかとか、ハンドル取られて飛んでったとかね吹っ飛んで転んだとかっていう、プロライダーがそういうこと言ってくから、やっぱ難所は難所なんですよね。だからそういう荒れたコースに叩き上げられてきて、また強さが身につくみたいなねとこあるんでしょうけど、あとはまあ苦手な要素としては、ゼブラゾーンがね、イン側コツコツも結構ねこんもりしてて、高さのあるゼブラゾーンで、まあ膝どうかわすかとか、下手するとステップぶつけたりとかね、ヤコマさんもちょっと危ないシーンがあったらしいんですけど、なんだったら富士のカート走り慣れちゃってると、ゼブラゾーンなんて走るとこだみたいな認識が若干あったので、あのかわし方ちょっと難しかったんだよな。
ガースポーツランドのゼブラゾーンはイン側がドーンと乗り上げようもんだったらロケットジャンプみたいになっちゃうんで、あそこもちょっと僕が一つ、まあね、富士のカートしか走ってないんでね、ここ最近ね、それもそんな走り込んでるわけじゃないから、まあちょっとポイントとしては難しかったなっていうね。まあ、ただそこの攻略法のイメージはしてきましたんで、あとはまあ1コーナーの飛び込みなんかをちょっとずつこうね、スピード乗せていくのと、あとはその継ぎはぎだらけの路面と、こんもりしたゼブラゾーンの攻略、まあ、イメージしてますんでね、次多分タイヤの交換して、まあ、しっかりね食うタイヤで、そこを対策しっかりできれば、まあ、簡単に3秒ぐらいはとは思うんですよね。結局今回何秒ぐらいだったっつって、一応ね、まあ、お金の無駄ではありましたけど、計測器借りて、計測したところベストタイムが50秒フラットぐらい、まあ50秒切れなかったんですよね。でこう、まあ、一緒にご一緒した方がね、結構走り込んでらっしゃる方で、僕のこの50秒ってどれぐらいのタイムなんでしょうねなんつって言ってね、さっぱりわからないので、そしたら初級レベルですねっていう、だいたい50秒切ってきて、まあ、49、48秒とかね、その辺になってきて初級レベルを卒業みたいなことらしいんですよね。もうね、がっかりです急にね、ああみたいなね。まあまあ、でも次ね、イメージ的には3秒ぐらいは削っていけるかなっていうところがあるので、いや、くじけずにねやっていきたいと思いますよ。本当にね、ちょっとね、やめようと思ったんです。やめようと思ったんですっていうのは、もうこのね、競技自体っていうか、このサーキット活動自体のことではなくて、なんとなくね、これからやってみたいなっていう方にね、まあ、僕らこの世界のことを魔界って呼んでるんですけど、その魔界の入り口ぐらいまではご案内しますよみたいなことでね、この活動を今やってるわけなんですけど、なんかね、ダサいっすねまあ30年ぐらい前はね、そこそこやってたんですけどねとか、まあ、今はね、引退しちゃってるから、まあそんなでもないですけどねみたいなのを言いながら、魔界の入り口にご案内するぜっていう、急に恥ずかしくなりまして、もうそういうスタンスやめます。もうね、もうこれからやってみたい方と一緒に、本当にもうゼロスタンスでね、これがもう本当まあ、実際桶川スポーツランドで、今回出たタイムっていうのが、初級者レベルということだったんでこれから本当ね、初級者の皆さんと一緒にちょっとずつステップアップしていくんだっていう面持ちで、そういう方向にね、方針転換していきたいなと、謎の上から目線やめます、はい、いや、頑張っていきますよ。もう応援していただいてる方なんかもね、まあ、でどうなんだろう、草レースをね、どうしても復帰したくてっていう、こう応援してきていただいて、もう本当もう何年にもわたる計画でやっと桶川スポーツランドにたどり着いたわけですけど、なんかこうね、僕が出れるような草レース何秒ぐらい出ればいけるのかな、まあ、とりあえず初級者レベルを脱出しないとね、次の練習で、まあ、ちょっとまだ予定は立ちませんけど、次の練習で3秒ぐらい削って初心者枠を卒業して、なんかこう出れるレースがあるんであればね、ケツの方でもいいからかじりついて走ってみたい、出てみたいっていうのがありますので、ちょっと懲りずにやっていこうと思っております、はい。これからやってみたい初心者の方なんかにもね、参考になるようなものをまた動画なんかでご紹介できたらいいなと思っておりますんでね、懲りずにやっていきます。応援してください。じゃあまたよろしくお願いします。ありがとうございました。もう悔しかったったら何だよ、もう、うんと。